よく晴れた天気になりました。ホットモットフィールド神戸からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、野球やってて楽しんでるという感じですよね。バッターは2番に入っている近藤。フォアボールのランナーが出ています。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。そうですね。このピンチ見逃して三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。先制のピンチの場面だったんですが、なんとかワンアウトです。いいとこ投げてきますね。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあまだ気は抜けませんから、なんとか無失点で打ちました。吉田一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。まあこれで少し楽にはなりましたよね。まあまだピンチが続いているわけですけど、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面で打席には4番の中田が入っています。次が3球目。アウトコースへいい球が来ました。ワンボールツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりとコントロールできてますからね。先制のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。守ります。1回の裏、これからバファローズの攻撃が始まります。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますファイターズはご覧のような守備陣です。ファイターズマウンドに上がるのは先発の上沢。大石打席に入ります。昨日は猛打賞を記録しています。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね、今日はその好調な打線にも注目しましょう。低め見送っています。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている新井。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。上沢、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上上沢、そしてキャッチャーは黒羽。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。ランナースタート、あっと逸らしている。ボールを拾ってワンアウト、ランナー二塁となりました。いや、いい走塁でしたね。はい、これで一打先制のチャンスになりました。このチャンスはぜひものにしたいですね。流れを左右するポイントになると思いますよ。なるほど。またファウル。インコースの変化球見ています。引っ張った、サード取った、一塁へ。ツーアウトになりました。さあそして打席には小栗入っています。まあこういったチャンスには期待が持てるバッターですね。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。低めのボール、打ちいっぱいに入っていました。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。バッターは7番に入っている杉谷。2試合当たりが出ていません。フォアボールのランナーが出ています。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。2アウトになりました。8番バッターはキャッチャー黒羽。ツーアウト、ランナー一塁です。ストレート147キロ、
インコース決めました。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。2回の裏バファローズの攻撃、打席には5番バッター九里。昨日のゲームでホームランを含む4安打を記録しています。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで8試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあバファローズ一打先制のチャンスです。まずは先制して主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。まあそして彼の場合ね、うまく引っ張ってスタンドまで運ぶ力持ってますから、ここは一発も期待できますよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファールボール。空振り三振、前にボールを飛ばせません。さあそしてバッターボックスには金村入ります。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、引っ張った、ショート取った、一塁送球。これで8試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。さあそして打席には山下入っています。ここは得点が期待できるバッターが出てきましたね。さあチャンスが続きます。まあしっかりつないでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れます、レフト見送った。先制のスリーランホームランです。オリックスバファローズ今シーズン第3号のスリーランホームランになりました。バファローズ先制しました、3対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いや本当に見せてくれますよね。ここで先制点が入りました。ホームランが出ています。バッターは9番に入っている吉田。バファローズホームランで先制しています。西さん、先制点が入りましたね。まあこういう状況でいい結果になる。打った、これもいったか、大きな打球になった、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、オリックスバファローズ4対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。大きなリードをもらいました。打順はトップに帰って大石。バファローズホームランで得点を挙げています。これが1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。大きく外れてボールになります。ボール先行です。引っ張った、これはどうか、柴崎、これで4連打。ワンアウトランナー1塁です。さあ1塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターはファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。低め、3球目は何で来るか。打った、伸びていく、どうだどうだ、ライトオーバーのヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはデイビス入っています。打ちました、痛烈な打球、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボールです。さてこのデイビス、どういったタイプのバッターでしょうか。打ちました、取った、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。2番バッター近藤、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね、フォアボールのランナーが出ています。
まあ、ピッチャー牽制がうまいですから、ランナーパス、見逃し三振、キャッチャー送球して好投を続けて、さあそしてバッターボックスには太田が入ります。さあ2アウトながらランナーを得点圏に背負っています。まあこういった序盤でも差は詰められたくありませんから、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですよね。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか？いや本当ですね、今日は面白いように見ててるんじゃないですか。初球打ち、右中間へ打球伸びる、この打球はフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには5番クリ、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。6番バッター鈴木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。初球打ち、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ソロホームランが出ました。これで8試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ5対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。まあでもよく伸びましたよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。打順は7番金村、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。バファローズホームランで得点を挙げています。初球打ち、レフトへ打球伸びる、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。バッターは今日 DH に入っている清宮、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックスは6番阿部、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナー一塁です。インコースに持っていきました。ノーボールツーストライク、変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。バッターボックスには7番杉谷、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね、ツーアウトランナー一塁です。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、最後は見逃し三振を奪いました。いい球ですね。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。8番バッター山下、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。インローボール、ボール先行です。インコース決まった、打ちました、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは9番吉田、まあ大きく差が開いてますけど、打ちました、ショート取った、一塁へ送ります。アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は1番に帰ります、バッター大石、いや先ほどはしぶとい内野安打、打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム4本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、オリックスバファローズ7対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、2番バッター新井、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね、ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。バファローズホームランで得点を挙げています。この打球はフライになっています。2球目打っていきましたが2アウトとなっています。バッターのデイビス、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました、
抜けていきます。これで8試合連続安打。ツーアウトランナー1塁、バッターは DH 小栗。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打った、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。5番バッター栗、バファローズホームランで得点を挙げています。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。いや、西さん、打線は打ちました。伸びていく、この打球は落ちそうだ。これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。ここは当然という交代でしょうか。ファイターズピッチャーを変えます。さあ、マウンドを任されたのは玉井。今シーズン3試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対0。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、7番バッター種村、バファローズホームランで得点を挙げています。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球の入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、12対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは8番山下。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いいですね。今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、内野を抜けていきます。これで2試合連続の猛打賞、2アウトランナー1塁。バッターボックス吉田、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁、引っ張った、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、杉谷が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バッターボックスは2番近藤。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。デッドボールのランナーが出ています。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。これから5回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。バッターは大石。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。打ちました、これは大きい、伸びていく、ヒットになった、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。初球空振りです。バッターボックスの新井、今シーズン得点圏での打率、打った、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム8本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、きっちり捉えたあたりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ14対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には3番バッターデイビス。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。さて、今日のファイターズの先発は打ち込まれて交代した上沢。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。あっという間に2ストライクです。ボールになります。4球目は何で来るか。打ちました、浅いフライ、ここは打ち上げています。
積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。ワンアウトになっています。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。これはライト下がっていく、下がっていく、わずかに右に切れました。ファールボール。打ちました、ヒットになりました。これで3安打猛打賞、2アウトランナー1塁。バッターボックス鈴木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、打った、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー三塁二塁。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。2球目打ちました、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン、追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクル、バッターボックスには代打の古久保、バファローズホームランで得点を挙げています。初球ボール、打ちました、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで5連打、ツーアウトランナー二塁。バッターは9番吉田、今日はホームランを放っています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。打ちました、柴崎一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、このピンチの場面、最後は遅い変化球、見逃し三振を奪います。ピンチをしのぎます。ピンチの場面だったんですが、ここも三振。4番バッター中田、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。エラーでランナーを出しています。ワンストライクです。ここもファールです。これが3球目、変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターは DH 清宮、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ワンアウトランナー一塁です。コーナーを攻めます。ノーボールツーストライクです。打ちました、難しいバウンド、大石二塁は無理、一塁送球、アウト、ツーアウト。この阿部、ここ5試合で打率が1割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。今はいい時のフォームとかを動画で確認できますんでね、なんとか修正したいですよね。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。引っ張った、サードゴロ、金村一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。6回の裏バファローズの攻撃です。今日は
バッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。ファウルになります。ボールになります。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ボールになります。ボール先行です。打ちました。伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで8試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには3番デイビス。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは、ここでバファローズダイソーを送ります。村上セカンドランナーに入ります。ファウルになります。大きく外れてボールです。打ちました。取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターの小栗、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや文句なしに絶好調ですね。なるほど、ここはその好調さを見せ、痛烈な打球、高く上がった、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは5番クリ。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。これは一塁側のスタンドに入ります。低めはボール、打ち上げた、これは浅いフライ。ここはフライになっています。3球目打っていきましたがライト掴んで2アウト。バッターは6番鈴木。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット、ツーアウトランナー二塁。ここでバファローズダイソーを送ります。ブライアントセカンドランナーに入ります。バッターボックスは7番金村。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。バファローズこの回7人目のバッターになります。今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。打った、高く上がった、これはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ここでバファローズダイソーを送ります。羽田セカンドランナーに入ります。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。いやさっきのツーベースは見事でしたね。この狙っていってほしい。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフト見送った。
った。ツーランホームランが出ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、ファイターズピッチャーが変わった。さあマウンドに上がったのは堀、今シーズン5試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。これも初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、レフト深いところを破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。2球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。3塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になってきました。バッターはダイソーから起用されている村上。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。いやこの点差ですから向こうもあまり警戒してなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。ワンボールツーストライク、ここでバファローズダイソー打った。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、杉谷が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。打順はトップに帰って西川、先ほどの打席はデッドボールでした。エラーでランナーが出ています。豪快なスイングは空振りになります。スライダー決まりました。ノーボールツーストライク、外への変化球外れました。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがファイター。西さん、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分なんでしょうか。そうですね、打ちました。これは大きい、伸びていく、ファウルになります。いや角度のあるクロスファイヤーいいですね。あっという間に2ストライクです。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、いや速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、バッターボックスクリ、バファローズホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。打ちました、伸びていく、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3連打、ノーアウトランナー2塁です。ここでバファローズダイソーを送ります。粟口セカンドランナーに入ります。バッターはダイソーから起用されているブライアント。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。ヒットでランナーを2塁に置いています。初球空振りです。さて西さん、バッターのブライアント、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左は特に苦にしてませんね。右左関係ないタイプですね。ああそうですか。
この球は外れました。これもファウル。またファウル。真ん中打ちました。ここもファウルです。ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁と変わり、引っ張った、取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターは古久保、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。ツーアウトになっています。引っ張った、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、オリックスバファローズ。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には9番バッター吉田。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあ、ここ初球打ち、これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー2塁。ファイターズピッチャーが変わります。さあ、マウンドを任されたのは西村、今シーズン2試合目の登板です。今の球は打っていかないといけませんね。まあ、変わって出たピッチャーはストライクを取りたい気持ちが強いですから、そこを狙わない手はないですね。そうですか。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。今日はダイソーで途中出場の村上、これが初球、初球打ち、左中間に強い打球、レフトセンター下がっていく、しかし入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。今シーズン第5号のツーランホームランになりました。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました、オリックスバファローズ。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。3番バッターデイビス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょう。バッターボックスには代打のドレイパー。バファローズホームランで得点を挙げています。今のは打たないといけませんね。まあ、代打で出たわけですから、初球から狙う積極性がないといけませんね。そうですね。一塁線抜けていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで5連打ツーアウトランナー二塁。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを二塁に置いています。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。バッターはダイソーから起用されている阿波口。ファウルになります。これもファウル。低め見ました、ボールです。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、ライトバック、バックバック、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。大量リードを
ました。追い込まれてからのストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは石川。さあマウンドに上がったのは石川、今シーズン5試合目の登板です。ファウルです。これが2球目、低め外れました。打ち上げました。この打球はフライになっています。ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。8回の裏に入りました。バファローズの攻撃、ただバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。西さん、点差はあるんですけれども、打ちました。センター下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー二塁です。甘いコースでしたが見送っていきます。今度も真ん中に来ました。この球も見逃しました。チャンスの場面振っていきましたが三振。ワンアウトランナー二塁と変わります。まずはボールから入りました。さあ2球目は何か。2球目打ちました。三塁へ送球する。これで3打席連続のヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。甘いコースでしたが見送っていきます。よどい球わずかに外れています。ファウルになります。ここは中間守備ですね、バックホームとセカンドゲッツー両方狙う。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。掴んで2アウトです。バッターボックス村上、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやーナイスホームランでしたね、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。インサイド落ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。三塁タッチもセーフ。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。バファローズのリード広がっています。バッターボックス黒羽、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコースファウル。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど、ライト方向を流しました。これはどうだ、取った、一塁へ送ります。これで3アウト、試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。連勝が8となりました。いやー小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。そうですね、これはどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでホットモットフィールド神戸から失礼いたします。